はい、どうもゆうたです。今回クスコのリアラテラルスタビ、こちらつけていきます。で、こちらが説明書で、スタビライザーの付け根のところを剛性を多分高める、がっちりするやつ、歪みをなくすやつですね。まあ剛性アップ目的です。こちらもまあ、こういう感じでリアラテラルリンクの付け根とこのスタビの固定するところをつなげるパーツになってます。はいはい。じゃあリアラテラルスタビなんですけど、こちらですね、こちらとここをこう結ぶようなパーツになってますんで、今からちょっと外して取っていきたいと思います。はい、じゃあ早速ちょっと取っていきますね。で、先にここのスタビリンクのボルトをちょっと緩めておきます。スタビが多分効いちゃってるんで緩めといてあげます。本当は多分こっちのリンクと本体の方をやった方がいいんで、よいしょ。よいしょ。で、次はリアラテラルの根元ですね。はい、取れました。で、こちらをここにこうつけていくというわけですね。ん？これ逆だな。こっちだな。これをこうやってつけるという。よいしょ。そしたらあとはボルトをちょっと戻していくだけなんで、とっても簡単ですね。手が入らん。
手が入らん。これじゃないの。これかな。これでもないな。これだ。よいしょ。さて、戻していくだけ。戻して戻して、よいしょ。なんか硬いぞ。よいしょ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 。先にちょっとこっちのナットもつけた方が良さそうですね。よし。よし。よいしょ。よし。あとスタビリンクのこのナットも締め忘れないように。よし、 OK。 これでもう取り付け完了です。で、あと反対側も同じことやっていきます。はい、じゃあ今反対側のリアラテラルスタビも取り付け終わりました。はい、こんな感じです。で、こんな感じで以上になります。